では、6回フラッターフックスというところで、発表させていただきます。で、簡単に自己紹介ですけれども、伊藤恭平といいまして、GitHub とか Twitter では恭平 G3 という名前で活動してます。で、主に iOS のアプリの開発をやってるんですけども、だいたい4、5ヶ月ぐらい前からフラッターをやり始めました。で、今日の内容なんですけども、Flux の使い方とかについては、やらずに、Flux の動きを理解するというところを目標にしようかなというふうに思っています。ですので、ちょっと今日の発表はコードが多めになってしまっていますが、よろしくお願いします。簡単に Flux の説明というか振り返りをしたいんですけれども、もともとは React.js の16.8、19年2月以降に追加された機能になっていて、フラッターの方にも有名なレミ、ルーズレットさんが、2018年の12月にイニシャルコミットしてました。で、なんで複数使った方がいいのっていう話なんですけれども、これは Facebook の、これ違うか。エグザンプルっていうリアクトのコンポーネント、これ JS のコードなんですけれども、見てみたらなんとなくわかると思いますが、エグザンプルっていうクラスを定義してて、その中でステートっていうオブジェクトを作って、下の方を見ていくと、ボタンをクリックしたら、その中でセットステートを呼び出して、ステートのカウントをプラス1してるみたいな 実装がなんとなくわかるんじゃないかなと思います。で、次、フックを使った実装なんですけれども、ユーズステートっていうものを使ってますが、一番大きな違いとしては、まずエグザンプルクラスで定義されてたものがファンクションに変わっています。で、そのファンクションの中で、ユーズステートをコンストで定義して、で、リターンの中はほぼ一緒なんですけれども、オンクリックの中でセットカウントを呼び出して、カウントプラス1するみたいな感じになってます。複数を使うと状態の管理などをクラスを使わずに単体で行うことができるようになります。で、フラッターをやってらっしゃる方とかだったらなんとかピンとくるんじゃないかなと思うんですけれども、フラッターも同じような、実装があるというか、リアクトコンポーネントのクラスの部分が、いわゆる、ステートフルウィジェットで、ファンクションの実装がステートレスウィジェットになるんじゃないかなというふうに思います。で、これが今言った通りなんですけども、フラッターで書いてみると、エグザンプルクラスですけれども、ステートフルウィジェットで定義して、ステートの中でカウントを持っていて、ビルドの中でボタンを押したら、セットステート呼んでカウントをプラス1するみたいな。で、それをステートレスウィジェットでフックスを使うと、これフックウィジェットってなってますけれども、これステートレスウィジェットって読み替えてもらえればいいんですが、ビルドの中でユーズステートを定義して、ボタンを押したらカウントを1プラスするみたいな。同じように、やはり状態の管理などをステートフルウィジェットを使わずに単体で行うようなことができるようになりましたと。で、実際、どういう動き、どういう仕組みになっているのかっていうところなんですが、リードミーを見てみると、こんなソースコードが書いてあるんですが、ちょっと、要領を得ないというか、難しいというか、抽象化されすぎてて難しいので、実際の中のコードをちょっと読んでみましょうということで、メインの主な登場人物としては、フックウィジェットとフックエレメントが出てきます。で、先ほどの エグザンプルのステートレスウィジェットの例なんですけれども、これエグザンプルのソースコード、クラス自体は、フックウィジェットを継承しています。なので、フックウィジェットの中身を見てみると、普通にステートレスウィジェットで宣言されていて、クリエイトエレメントっていうメソッド、あ、これですね。クリエイトエレメントというメソッドで、ステートレスフックエレメントをリターンしています。で、ステートレスフックエレメントは、フックエレメントのミックスインを適用しているので、その中を見ていくと、これもめちゃくちゃソースコードはしょってるんですけれども、メインとなるのは、このビルドというメソッドの中。
で、ビルドのメソッドの中は何やってるかというと、まあ、フックスっていう配列からまあオブジェクトを取り出して、もうこれ一発目、まあ、ヌルが入るんですけれども、その直後にカレントフックエレメントっていうところに自分自身を突っ込んで、でトライの中でスーパーのビルドを呼び出し、でその直後ファイナルの中で、カレントフックエレメントにヌルを突っ込んでると。でこれどういうことかっていうと、要するにビルド、スーパーのビルドを呼び出している間だけ、カレントフックエレメント、これ、スタティックの変数になるんですけれども、その中に自分自身を突っ込んでいると。で呼び出しが終わったらヌルを入れて参照できないにしている。はい。で、またまたエグザンプルのクラスに戻ってくるんですけれども、実際にじゃあビルドをしているユーズステートの中をちょっと見てみたいと思います。ユーズステートは、これもちょいちょい端折ってるんですけれども、中でユーズというメソッドを呼び出していて、引数としてステートフックのインスタンスを渡しています。で、ユーズは何を呼び出しているかっていうと、フックのスタティックメソッドを呼び出していて、その中で先ほど出てきたカレントフックエレメントを参照して、そいつのアンスコユーズっていうメソッドを呼び出しています。これはビルド中なので、カレントフックエレメントには先ほどの、ビルドを実行中のエレメントが入っているので、ユーズ、アンスコユーズを問題なく呼び出すことができます。じゃあ、アンスコユーズはどうなっているのかっていうと、先ほどのこれはフックエレメントの中身なんですけれども、アンスコユーズの中で、まずちょっと先ほど冒頭で言ったんですけども、カレントフックステートは1回目はヌルが入っているので、if 文のちょっと見にくくてすいませんけれども、一番上の if 文が3つあるうちの一番上に入ってきて、create hook state をして、それを変数に保持して、hooks にそれ自身を追加しています。if 文は一旦ちょっとスルーしてもらって、下の方でその hook state をビルドして、その結果をリザルトとして返しています。でちなみにその飛ばした if 文の中身は何かっていうと、例えばランタイムタイプが違っていたら、デバッグ時とかにしか、まあ、基本的に起こり得ないんですけれども、デバッグだとなんで起こり得るかというと、例えばホットリロード的なことを行うと、まあ、このランタイムタイプが変わってしまう可能性がある。実装で、例えばユーズステートを違う服に変えてしまったとかいう場合ですね。に起こり得るんですけれども、もしここに、リリースビルドの時に入ってしまったら処理が落ちるようになっています。で、もう一つ、次の if 文の中では、実際に引数に渡されている値が変わったっていう if 文なんですけれども、その時は普通にアップデートされたり、ステートがもう一回作り直されたりっていう処理が走るようになっています。use state の中見てみたら、グローバルのユーズが使われていたりとか、なんかちょっと回りくどいような実装になっていったと思うんですけれども、フックビジェット自体にそのユーズっていうメソッドがあれば、なんか解決しそうな気がするんですけれども、その遠回りの処理をしている理由の一つとして、いろいろあると思うんですけれども、フックビルダーの存在があるんじゃないかなと。でフックビルダーっていうのは、フックビジェットを、継承しているんですが、その、先ほどのエグザンプルのクラスでは、フックビジェットを継承してましたが、あそこを普通のステートレスビジェットとかを使ったときにでも、そのユーズの、フックスのメソッドを呼び出すためのクロージャーを実行するための、ビジェットになっています。でこういう、実装にしておくと、ビルド中のエレメントを、どこでも参照できるという状態になっているので、例えば、ユーズコンテキストっていうメソッドがあるんですけども、これも今グローバルでどこからでも呼べるんですが、ビルド中であれば、持っているカレントフックエレメントをリターンしてコンテキストを参照することができるという便利なこともできるようになっています。はい。で、今までが大体ビジェットの中身なんですけれども、でフックとフックステートっていうのが実際に、ユーズっていうメソッドの実態になるんですけれども、先ほどから出てきているユーズステート
なんですが、これもちょっと見てみたいと思います。で、ちょっとすいません、細かくて。で、これもユーズ、呼び出して、ステートフックを作って、返して、呼び出しています。じゃあ、ステートフック何やってるかっていうと、フックのクラスを継承して、普通にイニシャルデータを保持していて、で、クリエイトステートっていうのを作って返しています。で、クリエイト、ステート、あ、ごめんなさい、ステートフックステート、フックステートかを継承しているんですけれども、この中では普通にイニットフックで、バリューノティファイアを作って、アップリスナーして、で、リスナーが呼ばれたら、セットステートを実行して、その下でディスポーズが呼ばれたときに、そのステートをディスポーズするみたいな感じの実装になっています。で、これらのライフサイクル以外にも、いろんな、ライフサイクルのメソッドはあるんですけれども、まあ、この辺はリードミーを見ていただければ分かるかなと思います。例えば、下から4つ目ぐらいのメソッドで、マークメイニードリビルドというメソッドがあるんですけども、こういうメソッドをそのステートの中で呼んであげると、実際にウィジェットがリビルドされたりという処理も行うことができるようになります。で、最初から用意されているフック数もいくつかあるんですけれども、まあ、その辺はちょっとリードミーを見ていただければと思います。あとは、カスタムフックで、フックも自分で作ることもできるので、その作り方なんですけども、大きく2つクラスとファンクションを使って作ることができる、できます。実際、このフィックスドエクステントスクロールコントローラーっていうもののフックがなかったのでちょっと用意してみたんですけれども、でまず、ユーズステートと一緒ですね。普通にイニシャルでアイテムを受け取って、クリエイトステートで、フックステートを継承しているクラスを返してあげると。でその中では、イニットフックの中で、フィックスドエクステントスクロールコントローラーのインスタンスを作って、ビルドっていうメソッドでそのコントローラーをリターンして、ディスポーズが呼ばれたらそのコントローラーをディスポーズするみたいな処理を書けば完成ですと。で、そのメソッドは直接呼ばれないようにするために、一応そのグローバルに一つメソッドを用意して、そこから呼び出してあげるような処理にするといいかと思います。で、あともう一つは、これもリードミーから持ってきたんですけれども、ファンクションでフックを作ることができるんですが、普通にメソッドの中で、他にもうすでに用意されているフックのメソッドを使って、フックを作ることができます。これは、ユーズステートを使って、その値が変わったときにログを吐き出すみたいなフックになっています。一応、いくつかルールがあるので簡単に説明しておくと、名前のプレフィックスとして、ユーズっていうプレフィックスを使いましょうっていうふうになっています。ここは決まりのようなものですね。あとは、そのフックを使うときに、ビルドの中でその条件分岐の中でユーズを呼び出すことは禁止されています。これはそのエレメントに配列でフックが保持されている状態なんですけれども、if 文でその配列の呼び出しの順番が変わるような処理になってしまうと、まあ、処理がおかしくなってしまうので、これは NG になっています、はい。あとはホットリロードについてなんですけれども、ホットリロードも基本的に、デバッグ中であれば普通に動くように作られていて、例えばこういう use A, B, C みたいなメソッドを順番に呼ぶような実装にしていたとして、で、開発の途中でこの0っていう use B の引数を変えたとしてしますけれども、こういう処理でも特に問題なく値が保持されて動くことができます。動かすことができるようになります。で、例えば、use B の実装いらなかったからっていう感じで途中で消してしまった場合の動きについては、use A の値というのは、まあ参照が保持されたままになるんですけれども、use C に関しては値が破棄されて、もう一回新しく捨
ステートが作り直されるという形になっています。はい。で、以上になります。ありがとうございました。